はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はストロークをするときにどうしても腕が動いてしまうんですというあなた、解決方法があります。はい、その辺をお送りします。夜空に一つの星が昇って、ストロークするときは手首を動かすんですよ。腕を動かすところ分かります？ウクレレがこうやって動いてますよね。ウクレレが動くとどうなりますか？この弦が揺れるじゃないですか。揺れると指で弾こうとする場所が定まらないんですよね。こういうことで弦に引っかかったり、アップストロークで引っかかったり、ダウンストロークで引っかかったりとかいうことも発生します。ギターの場合は手首だけではダメなので腕も動かして弾くんですけど、まあギターの場合は弦の数も多いし、この幅も広いじゃないですか。ウクレレのこの狭さだったら手首だけで足りるんですが、ギターは足りない。で、腕を動かしますが、ギターはボディが大きいので腕動かしたぐらいじゃギターがこんな揺れることはありません。で、ウクレレはまた違う楽器だと捉えていただくといいんですね。だから手首だけで動かします。でもこの動きっていうのはすぐできる人もいるんですが、苦手な方もいらっしゃいます。そういう場合、文明の利器を使いましょう。これなんですけど、 PJ はまあ治療終わって今リハビリに入ってるんですが、右肩骨折しまして、その時のアームフォルダーっていうやつですね。はい、つけてみましょうか。こっから、こうやって腕を通して、で、ここでこうやってカチッと止めます。はい、高さはここでこう調整するような、こういう形になってます。で、まあここまで全部実際は入れるんですけど、入れると弾けないので手首のところにこのちょうどかこう肩から来てるこの紐の部分に、持ってきまして、腕をちょっとこうウクレレ弾く状態に持ってきてですね、でこのまま弾いてみてください。はい、そうするともう必然的に腕は動かない状態です、腕これちょうどいい位置に突ってあります。このまま手の力を抜きますね。手の力を抜いてダラーンってなっても、はい、ここから落ちないです。これを下ろしすぎると手上げた状態になりますね。こうなったらまた腕動くから一緒ですよ。そうじゃなくて、ここに腕は預けといて手首だけでこれで弾いてみてください。はい、これでしばらく弾いてると手首で弾くという癖がついてくると思います。これ Amazon でも買えますから、やってみていただくといいと思います。はい、まあこういう風な形でやっていただきます。で、この骨折してた間、ずっとアームホルダーをしたまま、レッスンしたり、練習したりっていうのを BJ はやってたんですけども、アームホルダーの中でこうやって手首を動かしてたんですね。見ていただくと、こうやって動くと、この辺、意外と動かしてたので、実際アームホルダーもしなくていいよってお医者さんに言われてからですね、あっという間に回復したんですね。通常は止めたままで生活してますと、リハビリに結構時間がかかるみたいなんですけど、動かしてて、ウクレレ弾いてたおかげで、リハビリも、まあ、間もなく終わると、小学生並みの回復力と、言っていただきました。まあ、だからですね、もし肩の骨を骨折した方は、ウクレレを弾いてですね、リハビリ早く終わるようにやっていただくといいんじゃないかなと思います。ということで DJ のウクレレ講座、今回は手首だけ動かすのが苦手な方にアームホルダー使ってみてはいかがでしょうかというお話をお送りいたしました。このアームホルダーの商品リンク概要欄に貼っておきますね、気になった方は一度見ていただくといいかと思います。というところで DJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちは暖かい日が灯る家。